コピーゾンビか。ああ、それでマヤヤたちさらわれたんだ。おそらくな。それでこれからどうしますか？しばらくは様子見するしかないだろう。未だ救援が来る見込みはないからな。だがこの拠点があれば当分ゾンビの攻撃をしのげるはずだ。本当にそうかしら？前の拠点だって潰されたじゃありませんの。うん、数で攻めてこられるとまずいんだよね。それにレンとかいうリーダーも気になりますね。言える立場なのか？アキハは救援物資を持って帰ってきた。クボタも何度も危機を察知してくれた。姫路は勘でカードキーを見つけたし、私も拠点を作るのに力を尽くした。それで金崎はみんなのために何をした？いいですわ、こんな程度のゾンビ私一人で全滅させてみせますわ。あ、ちょっと待って。エナミ、あんなこと言わなくてもいいじゃん。マヤヤも行ってくるからね。私も行く。これでよし、今のうちに。どこ行ったの？レイちゃん？レイちゃんでなくて申し訳ない。初めてお目にかかる私よ。わ、私？私のゾンビ？あややもいるようだ。さあ、人間解剖の時間だ。えひゃー！さゆり、ここは私たちが引き受ける。だからさゆりはレイレイを。二人とも。でも大丈夫さゆり、私たちを信じて。リサ、うん、分かった、頼んだよ。久保田リサ、お前の相手か。お前のような弱虫に私の相手が務まるか？いいねいいね、体が2つ、死体も2つ。おお、あれがマヤヤのコピーか。我ながらどう反応したものやら。マヤヤ、行くよ。え、いえ。ああ、ごめん、ちょっとどう乗っていいのかよくわからない。このくらい私だって。その時私に。お前の時が、お前の時が、お前の時が、お前の時が。
新しい武器かな。